見るがよい。ギャライ様の限りなき英一を。これこそ我が寺社に伝わる秘宝、音楽曼荼羅。この曼荼羅こそ音楽界の真理を説く秘図じゃ。しかるにここには音楽界に破壊をもたらす恐るべき歯が描かれている。暗黒の闇を晴らしギャライ様を駆逐せんとする歯じゃ。それすなわち光。その光に包まれし者を見よ。主天道寺、我らが先達邪神教の高僧たちはたびたびこれを書き換えた。しかしその都度こやつは浮き出てくる。良いか、侮るでないぞ。ああ、あれはねえだろうよ。誰だ？鬼に狙われてるかなんか知らんけどよ。誰だと聞いているんだ。勘違いすんな。俺は白鳥祐介。みゆきは俺の妹だ。みゆきさんの兄さん。ちょうどよかった。あなたからもみゆきさんによく言っといてくれ。みゆきから話は聞いたよ。俺も鬼退治に混ぜてくれねえか。え？みゆきさんから何を聞いたか知りませんが、僕は鬼に命を狙われている。僕に関われば必ずその巻き添えを食う。みゆきが巻き込まれてるんだ。放っちゃおけねえよ。ダメだ、もうあなたも巻き込んだらしい。なんだこりゃ。こら、一体何が起こるんだ。僕にも分かりません。なんだありゃ。あなたは北に先生。主殿道寺、我があやかしの空間へようこそ。この公園はすでに下界との関係を遮断された。何？従ってここで何が起ころうと誰にも気づかれる心配はない。やはりあなたは鬼一族。私は暗黒邪神教魔道士北に主殿道寺。死ぬ！どこに行きやがった！なんだこれ。ジャンボクかい。死ねえ。暗黒邪神教相馬衆邪腕坊九戒、鬼の腕を持つ奴にかかっては主殿道寺もどうすることもできまい。なんで力だ。ゴッキリッキー、こやや。二人とも、あなた方は。あたいは無双力、リッキーって呼んで。一体二人とも俺の仲間さ。おいら小屋やしよ、小屋やし。おお、新しい助っ人が潜んでいたとは面白い。あいつ石の階段に後頭部ぶつけてもへっちゃらだよ。きっと奴の体は半分鬼なんだ。
ここは一応直次郎の出番のようだぜ。そうだな。逃げろ。待て、ジャンボ。直次郎は関東一円を仕切る大門組の跡取り息子で、そんなもん軽い軽い、いつだって手に入るのよ。いでよ魔導機。うわジャンボの敵。みんなこっちだ、早く。あは、よっと。カジです、よろしく。四天堂です。バケロ、自己紹介なんかしてる場合か。追いつかれちゃう。こ、なぜ、なぜ現れない。斜面がきついですわ、注意してください。がっ、おお、待ってくれ。逃げられると思うか。ちくしょう、調子乗りやがって。くらえ。最初の餌食だ。みんな逃げろ、来るんじゃねえぞ。大門組の跡取り大山直次郎を舐めるんじゃねえぞ。今のうちに逃げろ。やめろ。もう手遅れだ、どうにもならぬ。そんな、だが魔導機はこれぐらいのことでは死にはせん。四天堂寺、逃しはせんぞ。次郎、逃げるんだ。あんたに万一のことがあったら直次郎の死が無駄になっちまうだろ。そうじゃない。もうこれ以上他の人たちを巻き込むわけにはいかないんだ。俺の命は友の命を犠牲にしてまで守る価値なんかないんだ。そして鬼から逃げることは自分の運命から逃げることだ。
ジロー光来い地天王寺神の子たる地天童子輝く剣を携え闇に潜みし魔を打つ者なりすなわちこれ傲慢の利権あれが地天童子はっ光の神の子たる地天童子輝く剣を携え闇に潜みし魔を打つ者なりそれすなわち傲慢の利権ですか。せがれが、直次郎が、お役に立ちましたか。よかった、よかった。主天道寺様、あなた様が現れるのは私の代かと思い、心身の鍛錬を怠らずお待ちいたしておりました。私はお役に立てなかった。役に立つ。我が大山家では代々四天童子様をお守りするという使命を教えながら子供を育てるのですわしもそうして育てられましたいやうちだけではない雄介君を除けば皆同じ覚悟を持つ家の子たちです間違いないわしは残念でならねえ極道の私が今日まで生き恥をさらしてきたのは、童子様をお守りするという格があったればこそ、そのお役目を直次郎に取られてしまった。見ず知らずの人間が命を懸ける。それが誇りだという。そうまでさせるこの子は一体、何者なんだ。先月全米で発売された最新アルバム One of These Nights はビルボードトップ100でも首位を独走あの名作ホテルカリフォルニア以来イーグルスはまさに人気爆発この勢いまだまだ続くことは間違いないよねWow.
我ら暗黒邪神教の誇る相馬衆の者どもよ、我らはついに四天童子と雌雄を決する時を迎えた。本国会を司り、全宇宙に暗黒の世をもたらす大暗黒シアジャライ様は、間もなくその偉大な力をお示しになるであろう。しかしそのためには、我らは四天童子を抹殺せねばならぬ。童子はジャライ様の行く手を阻む唯一最大の敵じゃ。よいか、抹殺せよ。それで結局北谷が信仰していた暗黒邪神教とは一体。私もできる限り調べてみたが、残念ながら正確な情報はほとんどない。ただ重要なのは、四天童子が奴らの敵らしいということだ。四天童子を倒さなければ大暗黒シアジャライの支配する暗黒の世はやってこない。だがまた一方に、四天童子を守る者として君たちがいる。教えてくれ、君たちは一体何者なんだ。あたいたちにも詳しいことは分かんないんだよ。ただあたいんちでも代々四天童子を守ることを子供に教え続けてきた。それは小屋やしんとこでもそうだし、家人とこでもみんなそうしてきたんだよ。別の言い方をすれば、なぜ我々が四天童子を守るのか、なぜ我々でなければいけないのか、そのすべては次郎さん、あなたにあると思います。伝説の四天童子。そいでもって、なぜかそんな仲間を持った俺の妹がその四天童子に惚れちまったってわけだ。兄さん。ゆうすけさん、笑い事じゃありませんよ。あなたにみゆきさんをあれほど巻き込まないでくれと頼んだのに、今日も連れてきてしまった。四天童くん、それは違うの。私がどうしてもって。しかし次郎、まあいいさ。みゆきさんもゆうすけくんもきっとそれなりの覚悟をしているんだろう。だったらいいじゃないか。あ、京子、皆さんに何か飲み物では。京子、京子。ええ、そうね。私も手伝います。とにかく奴らは気の遠くなるような年月の間、邪神教を存続させてきた。いつの日か現れる四天童子を抹殺するために。京子、ゆうすけ君には。どうしたんだ二人とも。諸君を我が暗黒寺へご招待する。ありがたく受けるがよい。先にご招待した三人の身の安全はその時まで保証するものとする。招待日は明8月4日午後10時。場所は地図に示した通りである。暗黒邪神教創始マジャリ・ヨーデン。ナオの親父さんが使ってくれってさ。ホタルだ。本当だ、綺麗ですね。んなこと感心してる場合じゃねえだろおめえら。こののっぱらの向こうが暗黒寺だ。
邪神教相馬衆邪腕防空会相手になるぞ四天童子。あの野郎生きてやがったのか。僕は一体何者なのか。その答えは僕は一体何者なのか。その答えはこの戦いの向こうにある。行くぞみんな。ファが死ぬことになる。ユウスケ、ユウスケ。
小屋やしとユースケをやったな。念動力か。そんなものではこのわしには勝てん。やめろ、やめるんだカジさん。ジロー、悲しんでる暇はないんだよ。戦いはこれからだ。その通り。わしは暗黒邪神競争士マジャリオーネン。ミユキさん、天道寺、騎馬の草原をよくぞ生き延びた。その褒美だ、受け取れ。ゴキ、小賢しい真似を。あなたはゴキ。父さん、私は大丈夫だ。早くミユキさんと母さんを。隠国に道寺を守る鬼に嫌い、そば鬼にして鬼にあらず、その名を強子。強子、その名を戦記とゴキ、大いなる鬼なる。ゴキ、どうしてもっと早く助けに来てくれなかったんだ。道士様、私はお助けに参ったのではありません。あなたをお迎えに参ったのです。しかし今は母上とみゆきさんを救い出すのが先決です。どこへ、どこへ僕を連れて行こうというのだ。ゴキ、三門だ。あなたをお連れせねばなりません。大暗黒シアジャライの支配する鬼たちの地獄、隠国界へ。
隠国か。天道寺、ギャライ様に命を捧げよ。ならば女たちは解放しよう。返答はいかに？卑怯だぞ、幼年。ならば仕方がない。で動かしていくのです。クロエ、ゴキ、父さんを頼む。王子様、早く幼年を。ジロ、急いで。ではわしには勝てんぞ、四天道寺。くそ、四天道くん。リッキー、ジロ、私少しはあんたの役に立てたかい。リッキー、リッキー、四天道寺、お前が命を惜しめばそれだけ死人の数は増えていくのだ。リッキー、我が身かわいさに母を見殺しにするか。立派なものよ、の四天道寺。ジロ、どうした四天道寺、このままではお前の母親も恋人も死んでしまうぞ。あの鬼だ、15年前の。あれは戦機です。私と共に四天道寺様をお守りするために運命づけられたもう一匹の鬼。本殿に落ちると。
大暗黒シアジャライ。戦機は心配いりません。それよりも幼年のバリアが消えた今がチャンスです。来るか四天童子。リッキー、敵は必ず取ってやるぞ。四天童子一剣を捨てろ。さもないと娘の命はないぞ。四天堂くん、止まれ。お前の殺したい相手はみゆきさんではなく四天堂寺だったのではないのか、幼年。申し訳ありませぬジャライ様、せめて四天童子の母親を道連れにします。死ね女。ジャライ様、なぜだ。ジロー。
ジロー、ジロー、私も連れてって、ゴッキ、私を連れて行って、ジロー君の行く世界ならどんな世界でも行くわ。ゴッキ、お願い、連れてって。命なんかいらない、どんな世界でもいい。あ、私はジロー君と行く、連れて行くのよ、ゴッキ、ゴッキ。ゴッキね、ありがとう。行ってしまった、我々の知らないところへ。ジロー、ジロー、ボビーめ、京子、鬼め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 、京子、京子、京子、鬼め、京子、鬼め、次郎返して。京子、お前、鬼め、呪ってやる、呪ってやる、呪ってやる。衝撃は妻の精神に障害を引き起こした。治療法は見つからず、医師と私はリハビリの一環として彼女に絵を描かせることにした。私は所詮傍観者に過ぎないのかもしれない。なぜならこんな状態になってもなお妻の心は次郎を呼び戻そうとしているからだ。信じられないことだが、そうとしか思えない絵がここに描かれている。